鬼の明かりと書いて宝月。鬼は中国語で幽霊だから亡者が持つ赤い提灯ってこと。根っこは生薬で三焦根と呼ばれてる。主に鎮外剤や利尿剤として用いるんだ。めえな。おめえもうプロだ。素人みてえなこと言ってんじゃねえ。同じ土俵に立つ役者同士、いや仕事を取り合う立場じゃ敵とも言える。いいか、俺たちのパーティーは、どうだ、荒野で犯罪者プレイヤーの大群に襲われて、優先むなしく二人が死亡。俺一人になったものの、見事犯罪者を撃退して生還しました。翔太、やっと見つけた。俺は別れるとか納得してないから。大勢だと賑やかでいいよな。まあ新八と平助の飯の取り合いはうるせえが、まあ悪いやつだって言われるよりか優しいやつって言われる方が嬉しいけどよ。どうした、早く捕まえろよ。ただし僕兵部京介には国際エスパー人権法に基づく黙秘権および学ラン着用権がある。ないですか。え、あの子が探偵？どうしてあの子が探偵を。俺はいつだって良き市民になろうと自分を殺し取り繕い必死に努力してきたんだ。いつだってどこだってその結果がこのざまか。できそうないだ俺は。胡蝶の夢に衆となれるか。ケイジ君、邪魔だよ。今あんたが口にしていいのはたった一言、俺への忠誠を誓うか、イエス・オア・ノー、それだけだ。物覚えの悪い男だな。イエス・オア・ノーって言っただろ。あ、そうか、しまった。いや、目が覚めたみたいだな。え？お前、あん時の赤点、確か5点だっけ。ああ、お前にとっちゃさっきなんだな。だがあいにく、俺にとっちゃだいぶ昔のことだ。お前、やっぱり嫌いだよ。お前に、自分のためにだけ剣を振るうお前に、やれるか。なるほど。結局バロットはあなたの手にあるわけです。いやー、それにしてもすごかったですね。歩くだけで人を吹き飛ばすなんて、移動速度が音速を超えているのかな。道場さん、おばばの野郎、新鮮な卵仕入れとけって言っただろうが。また君が崩れたぞ。ちょっとスーパー行ってくる。12月2日、軽いジャブとして和歌の部屋にゴスロリ衣装を置いておく。燃やされる。12月7日。あのじいさんで決まりや。え？座頭市みたいに気配だけで間合いつかんで、逆手抜刀でおっちゃんの首かっさばいたんや。どうや、おっちゃん、当たりやろ。嫌な都政だな。わざと分かるようにそうしたつもりやってんけど。あらあら、ひどいな、十番隊長さん。傷ついて我を忘れた女の子を鼻い思い切り殴らんでもええのに。元受走官の塾講師鈴子君、結界でみんなを守り、期待してるで。振動君の竜取り戻すで。来るがよい。では五行変天富士の舞オーダー。クラム、一生恨み抜く。先生のファンの女の子たちに奥村幸男の悪評性癖、あることないこと喋りまくったら。すいません、うそうそ、今のなし、助けて。お嬢様に心を読まれているようでは。まだまだだな。なんだ、
君も僕と遊びたかったんだね。いいよ。君のお友達が助けに来ているようだね。大丈夫。君にはこれから最高の悲劇を見てもらうことになる。楽しみにしていて。代わり、貴様、逃げようか。いや、確かにお前は本物。違う、いや、私が殺したお前は間違いなく。それでは矛盾する。どういうことだ。僕はね、不死を手に入れた時、これで何でもできると喜んだよ。だが、途端に見えている世界は色褪せた。君にもわかる日が来る。死ぬことは辛い。だけど、生きることよりはマシだってね。大胆だな。ドーワーでタバコを吸うなんて。ドーワーの夜風は、私には少々答えるな。兄がフラワークで区長を、弟がアッカ支部長を務めている。私という例外が、能力者の数だけありとあらゆる能力を、人を化かす程度の能力で血みどろのサイキック王を生き残る。すまなかった藤原。何？ずっと謝りたかった。あの時、あの時君を救ってやれなかった。だが今度は僕も一緒だ。それでみんなを救えるなら、それが僕にとっての勝。ついでにこの世の苦しみ、クリードの恐怖からもまとめてね。サーヴァント、ランサー、神名カルナという。よろしく頼む。